今のアメリカには公民権法があるはずですが、11月26日にですね、アメリカオハイオ州のクリーブランド市警察の方がですね、アメリカ黒人少年射殺事件のですね、防犯カメラの映像を公開しました。こちらがですね、防犯カメラの映像でございますが、こちらを見る限りではですね、明らかにパトカーが到着して数秒で黒人少年を撃ってると、そういう場面が明らかに分かります。警察の方ではですね、こちらのですね、今回の事件に関しては、白人警察官が3回手を挙げろと、言って、その、撃ったらしいんですが、これを見る限りでは明らかにその証言にも疑惑があるかと思います。この事件がですね、まあ、いわゆる、黒人差別、まあ、人種差別ではないかという話も出てきていて、まあ、いろんな州でですね、デモが起きてるわけなんですけれども、この映像を見てもですね、まだ警察は同じことを貫くつもりなのでしょうか。そしてですね、まあ、警察の無線の映像も今回公開されたんですけれども、こちらの無線の映像にはですね、未成年であるということや、持ってる銃がエアガンであるということは言っていないということで、まあ、明らかにこれも疑惑の点でもあるんですけれども、このですね、黒人少年はですね、まあ、公園で、まあ、遊んでいたと、エアガンを持って遊んでいたということなんですが、まあ、それをですね、受けて、まあ、通報でね、受けた警察が、まあ、パトカーで来て、それでそのまま撃ってしまうという映像なんですがね、これはどうも僕は信用できないですね。やはり人種差別というのはいくら法律があっても疑っちゃうものなんですかね。わかんないです。僕には。ただやっぱり公民権法というね、キング牧師が、作った法律があるんですから、やっぱりそこは守りましょうよ。警察官がこんなことやって許されるはずがありません。すぐにこの白人警察官は解雇すべきです。はい。というわけでですね、今回は黒人少年射殺事件のですね、防犯カメラに映っていた映像が公開されたというお話でございました。というわけで皆さん、さよなら。